はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、以前の動画でバッグの中身紹介をしたと思うんですけれども、その時に筆漢字だっていうあのワードについてちょっと触れたんですけれども、覚えてる方いらっしゃいますでしょうか。まあ、見てくれた方ならね、覚えてる方がいると思うんですけれども、今日はそのね、ちょっと筆漢字だについてお話ししたいと思います。あの、私ね、この動画を撮るかすっごく悩んだんですよね。もう1年くらい前からね、作ろうかなと思ってすごい悩んでて、あのヒロ君に相談したら、まあちょっとデリケートなセンシティブな話だから、あの動画にするのは良くないんじゃないかなっていうのを言われてたから、ちょっと作らなかったんだけど、そのバッグの中身紹介の中でちょっとそのワードを出したら、ぜひ紹介してほしいとか、自分はその筆漢字だになってもうわからないからとにかく調べまくったので、知らない方のために作ってみてほしいっていうねコメントがあったので、ちょっとね今日はいつもと違う動画になるんですけれども、まあ筆漢字だとは何ぞや、私の体験談も踏まえてお話ししていきたいと思います。ということで、ちょっとこの動画を撮るにあたってちょっと間違ったことを言えないので台本というか調べました。まず1つ目、漢字だとは何か。ですね、漢字だっていうのは漢字だ属の真菌というカビの一種で、常在菌としてみんなの体に存在している菌です。まあ詳しく調べたら調べたでなんかいろんなサイトで出てくるんだけど、私がみんなにね、あの簡単に伝えやすいようにこんな感じでまとめましたです。次、筆漢字だ症とはですね、なんて言うんだろうね。まあいろいろ調べたんだけど、私の言葉で言うと、なんで漢字だになるかっていうと、みんなね、漢字だ菌っていうのは、いろんなところに、なんだけど、粘膜とかついてるんだって。みんなついてるんだって。漢字だ菌っていうのが体の中にいるんだけど、いい菌とそういう悪い菌みたいなのが、いい感じにバランスを保ってるんだけど、その免疫力が低下して、いい菌がちょっと少なくなっている中で、こっちの悪い菌が爆発的に多くなっちゃって、漢字だを引き起こすっていうことがあるみたいです。まあ私の言葉なんですけども、もっと難しい言葉で知りたい方はサイトとかを見てくれると嬉しいです。まあ筆漢字だって言ったら、もう知ってる人は知ってる、まあ、知らない人は覚えてねって感じなんだけど、もうとにかく痒いんだよね、あのおしもの方が。めっちゃ痒くなるの。私も今まで生きてきて2回か3回ぐらいになってるんですけども、本当に痒くって、で他にどんな症状があるかっていうと、織物が白くって、あの酒粕みたいな、なんかポロポロした織物になるんですよね。普通の織物だったら、あの無色透明のサラサラな感じの織物かなって思うんだけど、それじゃなくって、私が一番表現として、ああこれ確かにそうだなって思ったのが、あのカッテージチーズ、こんな感じのね、あのカッテージチーズチーズ状の織物になります。でそれが出てくると、だいたい筆漢字だ症になってるっていうことになるみたいです。ちょっと、まあ、私お医者さんじゃないので、なるよっていう断言はできないから、なるみたいですっていう感じな言い方になっちゃうんですけれども、こんな感じらしいです。で織物なんだけど、あの私が見たサイトは、匂いは気にならないけど、そういうカッテージチーズ状のポロポロとしたあの織物が出てくるっていう風に書いてあったんだけど、私の場合ね、匂いもすごく気になったんですよね。やだなーってずっと思ってたんだけどね。まあそれ、まあ私の体験談は後で話しますね。で他の症状は、熱を持ったみたいに、あのおしもの方が熱くなったり、性行為の時の痛みもあるみたいです。でなんでなっちゃうかっていうと、寝不足だったりストレスとか、あとは免疫力の低下、あと抗生剤を使ったりすると、あの菌がね増えちゃって発症するみたいです。で次、漢字だ症って性病っていうところなんですけども、まあ、性行為で感染する場合もあるんだけど、みんながね、あの漢字だ菌を持っているので、まあ、性行為をしてない方でも、あの自分の元々あった菌が増えちゃっただけだから、必ずしも性行為をしたから増えちゃうっていうわけではないみたいです。性病ではないのかな？なんかね、コメントでね、性病にかかったかなって思って、誰にも言えなくって、一人ですごい悩んでました、みたいなね、コメントもたくさん。私もすごい最初、性病にかかったって思ったんだけど、いろいろ調べて、あの婦人科に行って、結果あの漢字だっていうのが分かったので、まあちょっとでも不安がある方は、あのぜひね婦人科に受診してほしいなって思います。ということで、さっきのね、漢字だとはと、筆漢字だ症とはと、漢字だって性病っていうお話をしたんだけど、それで大体、あの、漢字だのことは分かったかなって思うんですけども、次からは私の体験談をお話ししていきたいと思います。今日ね、初めて筆漢字だ症っていうのを知った方に、どういう症状が出る、私の体験談を聞いて、どういう症状が出るっていうのが知ってくれたらいいなって思うのと、あとね、誰にも相談できなくって、どうしようどうしようって一人でね、
ね抱え込んでる方、私と同じ症状が出てたら勇気を持って婦人科とかね受診してもほしいなっていう気持ちもあって、私の体験談をこれから話したいと思います。ちょっとなんかカンペみたいなの作ったんですよ。スマホ見ながらやっちゃうかもしれないけど、よろしくお願いします。ということで、私の体験談いきますとね、私は大学生になってから初めてカンジダ症みたいな感じの症状に悩まされました。まあ、最初の方はカンジダっていうものすら知らなかったし、とにかく押し物がものすごく痒かったんですよ。まあ多分高校卒業するまでは実家にいて、お母さんがしっかり健康のことを思ってご飯を作ってくれてたんだけど、大学生になって一人暮らしを始めて食生活もバラバラになったし、生活リズムもね結構ね、私コンビニのバイト朝してたりとか夜中してたりとかしてたから、もう生活リズムがぐちゃぐちゃだったんですよね。そうだからそれもあってそういう感じだになっちゃったのかなって思ってるんですけども、もう本当に本当に痒いんですよね。もう痒いのと織物が変で匂う、この3つがねありましたね。感じだになったことある人同じ経験したことあるんじゃないかなって思うんだけど、トイレに行っておしっこして、その後にトイレットペーパーで拭くのと同時にめっちゃ書いたんだよね。これ共感してくれる人いたら嬉しいっていうわけではないけど、まあ本当に痒いからトイレットペーパーで書いちゃったりとかして、傷がつくからおしっこするのも染みるし、多分そのおしっこの菌とかもその傷に入っちゃって余計に炎症起こしちゃったりとかして、赤く腫れちゃった時もあったんだよね。でそれで最初の方は全然感じて知らないから、なんか普通に蒸れて痒いだけなのかなと思って、フェミニーナ軟膏を使ってました。でね、フェミニーナ軟膏のチューブのなんか説明欄のとこ見たんだけど、カンジダの時は使わないでくださいみたいなの書いてあって、昔は知らなかったから、それもだから普通にフェミニーナ軟膏の時は痒みも収まったから効いてんだろうって思って使ってたんだけど、本当は使っちゃ良くないらしいよ。でそれでまあ何も分からず、痒くなったり痒くなくなったり、痒かったり痒くなくなったりっていうのを繰り返して大学の4年間を卒業しました。で何かがきっかけでそのカンジダっていうものを知ったんですよね。お母さんが教えてくれたのか、ヒロ君が教えてくれたのか、ちょっと覚えてないんだけど、それから初めて私は婦人科に行きました。で婦人科に行くのが最初私嫌だったんですよ。なんで嫌だったかっていうと、男の先生に内診されるのがすごい嫌だなって思ってて、近くにね女の先生がいる産婦人科があったので、そこでね受診したんだけど、多分ね婦人科行くのが嫌な人ってね、多分そういうのもあると思うんだよね。だから女の人がやってる婦人科とか結構多いらしいから、調べてね行ってほしいなって思った。で私はたまたまねヒロ君のお母さんから教えてもらったところに行きました。でその治療内容なんだけど、まあその病院にもよるんだけど、私は受付でこういう症状が出てますって言って、でまず先生との面談じゃなくって診察の時にずっと痒いんですよね、織物がなんかポロポロしてちょっと匂うんですよねみたいなことを言って、あー多分それカンジダっぽいねっていうのを、まあ先生も多分たくさんこういう患者さん見てきてるから普通に説明しただけで分かったんだろうと思うけど、内診して膣の中を見るっていうので内診台に登りました。多分これがみんな怖いんよね。私も最初ね内診台なんかすごい嫌だなって思ってたんだけど、で内診してもらって中を見るんですけど、もう見ただけでその織物がいっぱい多分その膣の中についてたから、ああもうこれカンジダだね、相当辛かったでしょうって先生に言われたのね。相当ひどかったらしくって、もう周りもただれちゃったりとかしてたから、でそのカンジダの検査をするためにその織物の一部を取って培養検査だっけなっていうのをするので、1週間後に結果が出るって言ってまた1週間後に行ったんだけど、でその初めて受診した時に膣の中を洗浄してきれいにしてもらって、で中に入れるお薬とあと塗り薬もいただきました。まあそれが私が受けた治療かな。でそのまた1週間後に婦人科に行ってまたね内診をしてもらって、まあちょっと良くなってたんだけど、もうちょっと良くなってほしいなって思ったのか、もう一回ね同じ薬を入れてもらいました。でそれで一回はね完治したんですよ。完治したんだけどなんかね多分ね去年の8
8月とか7月ぐらいに引っ越しもあったし、お仕事とかの関係でなんかストレスと疲れと免疫力の低下でまたね、カンジダっぽい症状が出てきちゃって、またカンジダだろうなと思って、普通の一般で売ってるカンジダの薬でも治せるらしいんだけど、そういうのでまたなんかひどくなっちゃったらやだな。多分ひどくなることはないんだけど、私無知だから、市販で買うお薬よりお医者さんに行った方が適切かなと思って、またね、引っ越してきてからね、また同じ婦人科に行ってこういう症状が出てますっていうのを説明して、また内診して、またカンジダだねって言って洗浄してもらって、お薬入れて、塗り薬も前にねもらってた塗り薬があったので、それを塗って、それで一旦おしまいだったんだけど、ちゃんと塗り薬を塗ってたんだけど、なんでだろうね。なんか普通にいろいろ、人間でさ、いろいろあるじゃん、生きててさ、いろいろあって、また免疫力が低下しちゃったのか、そういうカンジダっぽい症状がまた出てきちゃって、でね、気づいたのが年末年始だったから行けなくって、1月の初めぐらいにね、また婦人科に行ったら、あーこれ治りきってなかったのかなって言われて、でまた洗浄して同じお薬を入れてもらって、で塗り薬をね別のものに変えてもらいました。前の塗り薬が先生まだ残ってますって言ったら、なんかね、その前の薬は前の薬でその時に合ってたんだけど、なんかそれじゃ効かなくなっちゃったから別のものを渡しますねって言われて、で新しいね塗り薬をもらって、でまた一応またそのね培養検査をするっていうので、また1週間後に来てくださいって言われて、また1週間後に行って、やっぱカンジダでしたよって言われて、また内診台に乗って洗浄して薬を入れてもらって、塗り薬塗ってくださいねって言って終わって、それでね、もう私は完治、一応ね今のところ完治してるんだけど、多分ね私結構ね完全にかかってるんだよね。最初の大学生の時とか1年に1回ぐらい多分かかってたかなって思うから、多分そう考えると5、6回ぐらいかかってんじゃないかなっていう、私の中で思っております。そんな感じが私の体験談でございました。でその体験談のカッコプラスアルファみたいな感じで言いたいんだけど、婦人科に行ってお薬を中に入れてもらうんだけど、そのね中に入れてもらったお薬が、ちょっとねカスみたいなのが出てくるんだけど、それもなんかね蒸れてめっちゃ痒くって、最初の方はなんかパンツにめっちゃつくじゃん薬って思って、パンティーライナーみたいなやつ、私はね引いてた織物シートみたいなやつを敷いてましたね。それがいいのか悪いかわからないけど、パンティーライナーとかナプキンを敷いてました。ぜひねこれから病院に行く方、薬を入れてもらった時にねそういうのやるといいかなって思う。でまたもう一個言いたいんだけど、カンジダの治療に行く前に低用量ピルを欲しいなと思って、生理痛がすごくってもうね毎回倒れちゃったりとか貧血になっちゃったりとかしてたから、ピルが欲しいっていうので同じ婦人科に行ってたんだけど、最初の方はね女の先生がいいなと思って女の先生だったんだけど、女の先生ってやっぱ人気で全然予約が取れなくって、女の先生と男の先生がいる婦人科だったんだけど、男の先生でいいやと思って、そっから半年に1回ね内診するんですよ、ピル飲んでる人って。でその時に内診の日に男の先生に入れて、男の先生に見てもらうって時はすごいちょっと嫌だなって思ってたんだけど、1回見てもらっちゃったらもう全然良くなっちゃったのね。気になる方は女の先生がいいかなって思うけど、私も別に男の先生でもいいかなってなっちゃいました。はい、体験談です。私もこういう症状に悩まされてますっていう方いるかな。ぜひね、私は自分一人で悩んでないで婦人科に行くのをおすすめするな。ネットの記事って誰が書いてるかもわかんないし、先生が書いてる場合もいると思うけど、間違った情報があったりとかしたら嫌じゃないですか。だからもう一番知ってるのは婦人科の先生だから、何か不安だなって思ったらぜひね婦人科に行ってほしいです。私はすごく思いました。で次、今後どうしたらいいか、ならないためにどうしたらいいか、それをお話ししたいと思います。さっきも言ったんだけど、一回かかったことある人は次はね市販で売ってるお薬を自分で入れるっていうのでも全然いいってね記事には書いてあったんだけど、それでもいいけど婦人科に行くのをおすすめするな。お仕事とかで行けない人は2回目以降だったら先生に相談して市販のやつでもいいかなって思うんだけど、私は婦人科をおすすめします。で私もね何回も何回も再発してるから、先生にどうしたら
もならないようになりますかって聞いたんですよ。そしたら栄養のあるご飯を食べたり、ちゃんとした睡眠時間だったり、あとストレスとかをためないようにしてって言われました。で、あとはやっぱり織物とかたくさん出てくると気になって洗っちゃう人が結構いるらしくって、私もねその一人だったんだけど、それは逆効果らしくって、まあその時はそのカンジダの菌も、まあ、落ちるからさっぱりした気にはなるんだけど、いい菌も一緒に流れちゃってるから、それは本当に良くないらしくって、もし洗うってなったら膣の中は洗わないで、この前行った時にも先生にもらったんだけど、コラージュフルフルっていうデリケートゾーン専用の泡ソープみたいなやつがあるんだけど、それをね使うといいって言って、私は婦人科で買ってまいりました。で、それは普通の一般の薬局でも売ってるらしいので、ちょっと高いんだけど、2000円くらいだっけな、ちょっと高いんだけど、それで洗うとその中にカンジダの菌をやっつける成分だったりとかがちょこっと入ってるらしいので、それを使うといいよっていうので、私はそれで毎日ね洗っております。で、あとは通気性のいいパンツを履いたりとかするのがいいって先生に言われました。こんな感じです。長い動画になっちゃったんだけど、カンジダのこと知らなかったよっていう方、一知識として知っておいてほしいのと、今ね、そういう症状に悩まされてるよって方、ぜひね、婦人科とかお医者さんに行く手助けみたいのにね、なれたら嬉しいなって思って、この動画を作りました。今更なんだけど、男性もなるらしいよ。膣じゃないけど、普通にカンジダ症になるらしいから、まあ男性も気をつけて、女性も気をつけてという感じでございます。まあちょっと間違ってることを言ってたら申し訳ないんですけれども、まあそういう症状が出たらぜひ婦人科に受診してみてください。ということで、本日の動画以上となります。たくさんリクエストくださってありがとうございました。悩んだらまず婦人科へ GO。 それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。